フィギュアスケート世界選手権で男子4位だった宇野昌磨、トヨタ自動車が24日、カナダモントリオールで一夜明け取材に応じた。写真、YouTube で共演した宇野昌磨とホンダマリン。3連覇はならず、表彰台にも届かない結果となったが、成功しても失敗しても両方とも受け入れられる練習をしてきた。それだけ自分が最善と思える練習をしてきたからこそ、 良くても悪くても受け入れられる。とし、今回の演技に関して世論はいろいろな意見があるかもしれませんが、僕としては納得している。チームの皆さんには感謝しています。と率直な思いを語った。世界選手権に連覇を達成した昨年は、しばらくスケートしたくない気持ちだったというが、今の方が清々しさ、良かったと思える、という。世界選手権に向かう過程に後悔はない。 どんな出来事も自分のためにある出来事だと思う。その一つとして、良い出来事だと思う、と話した。モチベーションにも苦しみ、辞める決断できなくて続けた、という根気だった。姉さん、チェン、ゆずくん、羽生結弦さんの存在が大きかった、と言い、心から勝ちたい気持ちになれなかった、トトロこの2年、苦しかった方が多かった。良い成績を出そうが、 それに見合った嬉しさを感じることがなかった、とも明かした。そんな自分に対して期待し続けてくれた存在がありがたい。出会えたすべての人に感謝。僕は自発的に一人でできるタイプではない。ここまで支えてくださったステファン、ファンも家族も、交際中のホンダ、マリンも、感謝してもしきれない、と話した。今後については、今大会が終わったら、 ステファンコーチとも今後とも仲良く話して自分たちの方針を喋りたい。今日まで世界選手権まで精一杯スケートやってきたので一旦休んでまたたくさん賞にも出させてもらいますし、今後を考えていきたいと語り、今回リポーターでマリンが来てますけど、すっごい忙しそうなので全然会えてないので、帰ったら一緒に過ごしたいなと思っています。 と包み隠さずに笑顔で語った。